天王寺学館高等学校は大阪市平野区にある私立通信制単位制高等学校である。学校法人天王寺学館が運営している。通信制課程を設置し、校区は大阪府及び奈良県である。通信制課程に通信部と通学部を併設し、通信部では週3回午前中にスクーリング授業を実施している。 通学部では午前中に通信部の授業を受講することに加えて午後には全日制高校に近いシステムで授業を行っており各科目出席日数の3分の2以上を出席していないと単位認定されない通学部では週3日4日5日から生徒の希望に応じて登校日数を選択することができる通信部と通学部の変更や登校日数の変更などは 入学後に変更が可能となっている。また登校が困難な生徒を対象に在宅でのメディア視聴で受講できるコースも設定している。同校では全日制、定時制、通信制の枠を超えた独自の一校づくりを目指すとしている。また転校、編入や中学校時代不登校だった生徒の受け入れも積極的に実施している。入学時期は4月と10月の2回で、 に学期制を採用している。総合学科を設置し、将来の進路希望に応じて、多数の教科、科目が開講されている。また、芸術分野にも力を入れている。2002年に、安倍野区松崎町に開校し、天皇寺予備校や関西外語専門学校と敷地を共有していた。2010年10月に、平野区への移転を実施している。平野駅北出口すぐ。 ありがとうございます。